徳川家康と鳥居スネーモン。鳥居スネーモンは徳川家康の重臣奥平信政の足軽。長篠城から援軍要請のため徳川家康のいる岡崎城へ。城に援軍の方を伝える途中で武田軍に捕らえられて害される。その忠義心が織田信長にも感銘を与え、後世にも称えられた。